はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。氷霊山の竜祖、ランセアです。さあ、本日なんですが、氷結界デッキですね。こちら強化されたので、ご紹介していこうかなというふうに思っておりまして、氷結界というテーマは、もともとストラクチャーでなんか2020年ぐらいだったかな、に OCG で、強化受けたんですけど、これまたね、強化受けまして、最近ですね、マスターデルジも実装されたということで、氷結界ってもともとどういうテーマかっていうと、水属性の新規のテーマになってまして、まあ一番やっぱ有名なのはこれですよね。トリシューラ。まあ言うて氷結界からトリシューラそんな出やすいかと言われるとそうでもないんですけど、氷結界の新しいギミックでは、ランセアっていうモンスターこれ実装されてまして、これ召喚ムービーもあるんですけど、これめちゃくちゃ強いんですよ。水属性チューラプラス中内外のモンスターは1体以上で作れるレベル10のシンクロモンスターで結構簡単に出ます。氷結界ギミックでも出るし、なんだっけ、エジルランとか、この辺使っても出るんで、結構簡単に出ますね。で、このカード結構強いくて効果が、相手がモンスターを特殊召喚した場合に、自分の手札デッキ、エクストラデッキ、墓地から氷結界を特殊召喚できるよっていう効果があるんですよ。これ1ターンに2回まで使えます。だから、相手のターンに基本的にはなると思うんですけど、基本的には氷結界を2体出せるんですね。どっからでも。で、まあ、エクストラデッキから出てくる氷結界も一応いるんですけど、まあ、シンクロ色扱いとかではないので、まあ、あんまり仕事はしないかなっていう感じはあるんですよね。で、だからまあ、出すとしたらメインデッキからになるんですけど、基本的にはね、メインデッキとか墓地からになるんですけど、メインデッキとか墓地から出てくる氷結界って大体結構強いんですよ。例えば、氷結界のモンスターで特徴的なやつで言うと、まあ、ライフォーですね。まず、これ、モンスターゾーンに存在する限り、相手がフィールドで発動したモンスターの効果の処理値に相手が手札を捨てないといけないと。捨てなかった場合は効果無効化されるということで、モンスター効果が常に発動したいんだったら、もう一生モンスター使うために手札を捨てなければならないんですよ、相手は。だから、手札どっかでなくなるじゃないですか、実質的には、基本的には。だから、結局どっかで無効になっちゃうんですよね、相手。ハンドめっちゃ捨てで。これが制圧効果としては結構強いのと、あと、例えば、細かいところで言うと、こいつがいるとアドバンス召喚できないとかね。自分のフィールドに他の氷結界がいると、相手アドバンス召喚できないから、なんか不安だりとか死んだりとか、あと、ゲオルギアス。これは自分のフィールド上に、他の強結界がいると、相手は墓地のモンスターの効果を発動できないっていうね、効果とか、こういう、なんか何々できない系の制圧効果を結構いっぱい付与できるんですよ。で、それの極致が、この冬魔団っていうモンスターがいて、氷結界の冬魔団っていうこのモンスターは一旦ちょっと手札から氷結界モンスターを墓地を送ると、表側でこいつがいる限り、自分のターンの次の終了時まで、お互いに魔法カードを発動ができないという効果があるんですよ。これ、いかれてまして。これ、出して効果適用すると、もう、相手のターン、一切魔法使えないんですよね、基本的には。風魔団がいるから。あと、なんか、太ももがめっちゃエッチってのもあるんですけど、これね、だからね、どっちかっていうとね、キモい制圧能力を使って相手に何もさせないっていうテーマですね、氷結界は。で、それが結構しやすくなってまして、新規カードで。京魔師とか、このゲオルギアスとか、サランセアちゃんの、効果によって、場面作りやすくなってますんで、早速ね、ちょっと見ていただければな、というふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、なるほど。手札は強え、マジで。G だけマジで何もできない。うららとかはなんかなんとかなりそう。氷結界の紋章発動。デッキから氷結界モンスター相対を取るのがいる。このカードはマジで単一ないから。てか、イラスト違いのさ、氷結界の紋章をさ、あれあるんですけど、あれなんで来ないですか。氷結界のこのタイミングで来るべきじゃないですか。イラスト違いの氷結界の紋章、あれ来てないですよね、まだ。とりあえず京魔師持ってきて来させてもろた。ちょっとエジディラーンでぶん投げるか。ちなみに手札コストにして最強の京魔師っていうモンスターがいるんで、割となんか手札コストを要求してくるようなデッキと相性がいい。まあ、エジディラーンとか、あとあとなんかいたっけ、ハープラーとか、新しいフィッシュオブハープラーみたいな、あれとかとは結構相性が良かったりしますね。まあ、とりあえず一回、ランセア出しましょう。でランセアさん爆弾、うわ氷霊山の竜祖、うかっこいい、召喚ムービーかっこよ、マジかっけえやん。で創生、カエル出す。でカエル出してからの、ゲオルギアス発動。氷結界いると特殊召喚できて、で特殊召喚成功したら自分の墓地から氷結界釣れます。これがね、連鎖して強いんですよね、非常に。はい。で、カエルさんの効果発動しまして、でカエルちゃんで、あんま関係なかった、これ。落としても落とさなくても。一応、京魔師落としとく。で、京魔師の効果発動。フィールド上のモンスターをリリースすることによって、氷結界トークも
3枚特殊召喚つえぶち壊れてやがる。でレベルを3個上げるぜ。キュイー、これやってるだろさすがに。そして最強カード、氷結界に至る青鸞の効果を発動。氷結界に至る青鸞の効果によって氷結界トークンをリリースすることが、氷結界トークンというか氷結界モンスターをリリースすることによって、なんかリリースした数だけデッキから氷結界を特殊召喚することができる。うお最強、うわうお3体でくるーとこれやってることやばいよな。これやってるとだいぶやばい。でギュミルパイセンダッシュに行きまして、一旦ヨリマシちゃんを素材に使いまして、でトークンを出しまして、でエジルギムちゃん出てくる、可愛いすぎる、あまりにも可愛すぎる。でヨリマシちゃんの効果発動します。ヨリマシちゃんの効果は墓地から除外するとなんかトークンが出るみたいな効果ですね。はい、レベル1ので、レベル1のトークンにレベル5の、チューナーである氷マシちゃんをチューニングしまして、名誉氷結界モンスターコーラルドラゴンを出す。コーラルドラゴン謎に召喚ムービーなんだなるほど。でこれ水属性絞り入っちゃってるんですよね。なので水属性絞り入っちゃってるんですけど、まあ一応双剣の双剣対抗翔英さんは出る。はい、かっこいい。で翔英さんの効果が翔英さんじゃねえや、コーラドラゴンの効果でワンドロー入る。で冬魔弾とかいうも、いや激ヤバモンスターの効果によって、氷結界を、手札から捨てるかっこ除外すると、次の俺のターンまで魔法カード発動できんからよろしくな。うん、魔法カードは使わないように。風魔団がいると魔法カード発動金からよろしくなこの風魔団マジ強くて、コーンフィールドカードやん。おー、キマイラ来た。キマイラマジで、キマイラフュージョン打ってなかったら何もできないんじゃね。ちなみになんですけど、マジで風魔団の効果ぶち壊れてました。魔法カード全部無効にできるから実質、まあ表側でいる限りなんで、まあ殴ればいけるんですけど、はい、ミラーソードナイトはいいですよ。イラストとないと1700打点では抜けません、風魔弾を。いやマジであのデッキ、マジできついと思うぜ。風魔弾魔法カード打てなかったら多分、ね、何もできない気がするんだけどな。多分ね、入ってる魔法カード全部打てないから、まあ、参戦とか、まあパッチワークとか、ランセアさんの効果どうしますか。ランセアさんの効果、相手がモンスターを特殊化したので、こっちも特殊化します。で一回無効にします。バファメットさんの効果は一応無効にさせてもろて、さあランセアさんの効果、相手がモンスターを特殊召喚したためデッキから氷結界モンスターを特殊召喚。ライホーでいいか、ライホー特殊召喚。ライホーはモンスターゾーンに存在する限り相手が、フィールドでモンスターの効果発動すると、手札を1枚捨てないとその効果有効にならないとかいうガチでヤバい効果つまりてめえはモンスター効果を使う際必ず手札を捨てろ。あ、捨てるんですか。これは別に捨てなくても無限放題で無効になってますけど、実質はいはいあれね、風魔弾強すぎて多分これ何もできてない相手。うわー、なんか微妙な判定やなこれ。手札2発そんなにあっても展開できない。あ、ちなみに一番初動はまあ一応昭和氏が一番初動っちゃ一番初動なんだけど、あんま強い盤面はできなくて、強い盤面を作る場合はなんか2枚とか3枚とか絡まないといけないですね。これはですね、一旦これ創生持っていくしかないかな。で、カエル召喚して、効果発動って言って、まあ、こっから考えるわ。で、カエルの効果発動。カエルさんは、自分のメインフェーズに、デッキからレベル3以下のなんか表現界を送ると、レベルをなんかコピーするみたいな効果ありまして、で、こうやって強魔師の効果発動します。強魔師の効果発動します。これ多分 G だな、これ。多分 G ですね。これどうしましょう。どうしましょうって、ゲオルギアスしかねえか、これ。ゲオルギアスパイセンを持ってきまして、でゲオルギアスパイセンで、自分の墓地の強魔種を、蘇生するというムーブ。ああそうだよね。でまあ、それはオッケー、それはオッケーです。でウララぶち込んで、ウララをぶち込んで、で幼女いつもありがとうね。ゴキブリ主食の幼女ありがとうね。ゴキブリが主食の幼女やだよな。でゲオルギアス出して、ゲオルギアスの効果発動で自分の墓地から。強魔師釣り上げて、これちょっと青鸞に触れてないので、まあ、ちょっと冬場とかの制圧はちょっと無理なんですけど、多分これ無理なんですけど、まあ言うて強いんで、まあちょっと一旦寄り増し出しまして、はい、寄り増しさんの効果は氷結界入ると、まあ、手だからボンで出せるっていう、まあ、すげえ強い効果しますね。あ、バロネス出んのこれ。
バラネスダストでもよりまし、ランセア出ねえかこれ。ちょっとゲオルギアスパイセンと、よりましで一旦ランセア出して、まあ、結局で氷壁結界ってのはこのランセアをかっけえ召喚武器すればあったわ。これかっこいいすぎるマジで。ランセアさんを出すことから始まるみたいなとこあるんでね。で、よりましさんの効果使います。で、除外するとなんかトークンが出ます。で、強魔種の効果発動しまして、創生をリリースすることによってトークンがめっちゃ出ます。はい、はい、はい、 OK で、これで夢の4枚ドローアーケティスが爆誕します。4枚ドローアーケティスめっちゃ強いけどな。でもさすがにドラガイド出した方がいいから、4枚ドローアーケティスできるんですよね。これで5、6、7、8、9じゃないですか。これシチューナーの数だけドローできるんですよ、アーケティスって。これどうしよっかな。いやでもさすがにワンドロードラガイドの方が強いか。でもこれ言うて、じゃあよりましのトークン出す必要なかったって話だけど、まあいいや。でこれでトークンこうしてコーラルして、はい。いやマジでマジでね、これあと、まあ、ここでも一応できるんだけどね、ちなみにね、中7だからね。で、コレピティからの、コレピティじゃない、プリマドーナからの、はい、プリマドーナからの、コーラドラゴンからの、ワンドローからの、フーマナー、あー、惜しいな。ここでなんか、セーランとか引いたらね、ワンチャンだけどね。で、ドラガイド出しに行って、で、これ、プリマドーナが素材になってると、対象耐性が付与できるんで、ドラガイトをなんかその対象に取ることは今できないよっていう感じですね。で、まあこれででも言うてエンドしかないか。あ、そこ除外されているカード、え、あ、よりましか、よりまし戻そう。プリマドーナの効果発動してよりましをデッキに返しておく。はい、まあこれでいいんじゃないですかね。エンド、正直アーケティスの4枚ドローした方がなんかその気持ちよくはなれんだけど、まあ、確定妨害なのは一応ドラガイトの魔法トラップの向こう側の方がいいかなって感じだよね。まあ、やっぱ魔法トラップの向こう1枚あるとねだいぶ違うからね。はい、で G をぶん投げまして、で相手に儚打たせていく。ない、オッケー、きた、神ゲーすぎる。あー、なるほど、これ止めないとあかんやろ。開門は、開門止めるわ、多分ユベルだなこれ。開門は止めないといけない。はい、なんか七星の開門とかいうカードと、暗黒の将来心強すぎて、あ、持ってんのかい。持ってんのかい、エフェクトベイラー持ってんのかい。エフェクトベイラーで向こうモンスターたちのに特殊召喚しないと、ランセアさんの効果は起動できないので、召喚では反応しないから、ちょっとまだね、ちょ遅いんですよね、ランセアさん。あー、すごい、ぐぬぬぬぬぐぬぬぬぬぐぬぬ、はい、あー、了承です。でもそれ持ってきてもそれあれじゃない、出せなくない。あー、ペインあんのかい、ペインあんのかい、ペインあんのかい。で効果起動する。爆破して多分あれ持ってくる感じだな。なんだっけ、怪我人、怪我人サーチ、怪我人特集、で怪我人でロータス蘇生だなこれ多分。なるほど、理解、まあ、とりあえずロータスで特殊召喚されるんだろう。でランセア効果発動して特殊召喚して、あ、来た来た、いけるわこれ、神、これで最強のムーブできる多分これ。で特殊召喚して、でランセアで、ライフを出して、で、2体でリンクした後に、ゲオルギアスパイセン出せばいけるから、 OK、 来た、完璧に完璧に読み切りました。このデュエルで勝ちました。早いから、とりあえずまずライフを出して、フィールド上のモンスターの効果を発動する場合手札を捨ててくださいっていう話をする。表示景色はもう変更してもしたくても あんまり関係がない。で、ライホーさんの効果でさらに制圧をし、でさらに、相手多分ね、これね、要はヘルグレイブスクワーマーの墓地効果を使いたいと思うんですよ。墓地から除外して、なんかそのユベル系のモンスター特殊ができるみたいな効果あるんですけど、まあ、それを、ドヤ顔ゲオルギアスパイセンで、黒シープね、はいはいはい、はい、どうぞ、いいですよ。あ、まあ、確かにね、ユベル、ユベルいいのかな、まあ、とりあえずランセアさんの効果、ランセアさんの効果によって、現れろ、ゲオルギアス効果と。このカードは氷結界モンスターが存在、他にも存在する場合、てめえは墓地のカードの、墓地のモンスターの効果を発動することができねえぜ。よろしくな。エルグライブスクワマは黙るぜ。残念ながらな。そしてユベルモンスター手札にいんのが、いねえとそもそもファントムすら出せねえぜ。これが氷結界、いや、強いんじゃないかな。モンスター、墓地のモンスターが発動できないっていうね、効果で、ね、マジで強くて、
ゲオルギアスパイセンマジで強いんだね。これさ、こいつマジでこいつがマジでぶっ壊れる。本当に展開もできるし制圧もできるっていう。相手これめちゃくちゃ困ってるぞ。なんでってなってるぞこれ。はい、神ゲオルギアスさん神。あーまあ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 、なんもないので無理ですね。なんもないので無理です。まあ、手数は出そうか。でも言うてエジルラン、いやそうでもねえか、そうでもねえな。スモールワールディング、スモールワールディング、エフェクトベーラー、アサルトシンクロ、これ何これ、シンクロデッキやばい、シンクロデッキやばいよかなり。あ、シムーン全然違う、ビームだった。ブラックフェザーじゃん、ブラックフェザー、毒風のシムーン来ちゃった。さすがにこれウッチ巻き起こるな、これ。なんもない、やばい。やばい、何もないです、すいません、やばいです。それはいや、これさ、ブラックフェザーも大概だよな。インチキ効果もいい加減にしろ感すごいんだけど、これね、いやもうシムーン諸島を通っちゃうと先行100億ポーカーみたいなこと構えられて世界終わるんだよな大体。スズリさんが爆誕して、サルンガ回収からのバータ特殊されて、でバタオガ効果発動して、でブラックフェザーが爆誕していく、やばすぎる。ゾンだ、なんか白いモンスター入ってるね。俺のなんか知らん展開だなこれ。ゾンダ、これあれじゃない、ゼピロス落とした方が強くない、ゾンダ効果はあ、除外して区内特殊か、あへえ、そんな展開あるんだね。へえ、おもろ。ゾンダ効果、あレベル5にする、へえ、えランゲゴってこと、ちょうがらん、何これ。シャ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 、何これ、あーブレイブストレックス、何これ、ランクアップマジックサーチ、やばいやばいやばい、ちょっとなんかやばいことしようとしてる、やばい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 、すごいこと起こそうとしてる。なんかブラックフェザーかと見せかけて、これレイドラプターズってこと、ブラックフェザーと見せかけたレイドラプターズ展開来る、これレイドラプターズ、アーセナルファルコン来た、やばい、世界終わらせようとしてるかこれもしかして。おいおい、確かに、まあ、超重力闇属性っていう意味で、意味合いではかなり相性はいいですからねこのテーマ。ブラスト特殊からのワイズストリックスの効果が起動して、ランクアップマジックをセットすることができて、はい、で効果起動します。あまだか、スズリ効果、スズリをサーチします。でワイズストリックスの効果発動して、ランクアップマジックがセットできます。強制効果発動、あもうランクアップマジック引いてんのかな、でもなんか反応しねえな、ワイズストリックス、ボレアース、はい、なるほど。ワイズストリックスは強制効果なんで、絶対あのエクシーズモンスターの効果発動すると強制で発動するはずなんですけど、なんかランクアップマジックも引いてるってことかな。ボレアースさんのレベルを4にしていく、なるほど。さあフルアーマードウィングパイセン出てきちゃった、ガガガガマジシャン、うーわ、全てを理解した可能性があります僕。これもしかしてさ、もしかしてさ、ブラックフェザーと見せかけてレイドラプターズと見せかけて、見せかけて見せかけて、これあれ赤羽レイジ来る、もしかしてだけど、もしかしてだけど遊戯終わった、やばいぞ待ってくれ、もしかしてだけどこれ遊戯終わった可能性ある、これ待って、レイドラプターズと、あーブラックフェザーと見せかけて、レイドラプターズと見せかけて、赤羽レイジ爆誕する可能性が非常に高いと言っておこう、まずい。それはまずい。おお、なるほど。いや、まあ、とりあえず一旦紋章打つわ、一旦紋章打ちますけど、なんかあります、ね、やったよね。やったよね。いや、これそういうこと、そういうこと、おーふざけんなマジで、おそれブラックフェザー使ってやることなんか、それは借り上がってカスだな、マジで本当に、本当に遊戯王界史上最低のカスだわ。